A3 次試験2日目のね、お話をしていこうと思います。試験内容的にはじゃなくて、その前に集合時間はみんな9時半です。この日も9時半です。間違えないでいただきたいのは、3月6日と3月8日に3次試験があるということ。3月7日はありませんのでね、3月6日、8日にありますので、お間違いなく。で、試験内容ですね。楽天超音ピアノ。みんな苦手じゃないですかね。うん。みんな初めてやるものばっかだと思います。楽天超音とかはね。で、ピアノはまあ、やってる人もいれば、最近始めたような人もいるかと思いますが、はい、の試験が待っております。で、最初に楽天と超音を午前中のうちにやりまして、午後、ピアノ、副歌ピアノとなります。楽天は1時間。で、超もそうですね、30分ぐらいですかね。で、終わります。試験自体はね。はい、で、午後、副歌ピアノの前に、スケールの、まあ、課題発表がありまして、はい、で、試験室の方に向かって、4人1組ぐらいで行くのかな。で、試験室の前で、まあ、1人ずつ、まあ、呼ばれていって、まあ、弾いて、で、帰るという形になります。でも去年はですね、4人終わるの待ってて、最後みんなで出口の方まで行って帰宅みたいな感じになってたので、まあね、いろいろ状況によって違うので分かりませんけどね、まあ、去年のことをお話しすることはできますが、まあね、2024年のことはね、分からないので何とも言えないんですけども、まあ、2023年度の試験はそんな感じでしたよということです。はい。意外とこんなもんですね。早く済んでしまいました。3次試験の方が試験数多いんですけどね。話は簡潔に、済ませることができたんじゃないでしょうかね。はい。これで試験内容などなど、注意することなどなどはですね、まあ、終わりとなりますので。まあ、次はあれですかね。まあ、過ごし方であったり、まあ、受験前の話、出願の話でもいろいろありますけども、いろいろしていきたいと思いますので、はい、不安にならないようにですね、的確に、説明していきたいと思いますので、何かわからないことありましたら Twitter、インスタの DM、チャンネルの YouTube コメント欄にですね、質問していただければ、できる限り答えられる限り答えていきたいと思います。分かっている限り答えたいと思いますので、不安のないようにね、受験を迎えていただければなと思います。はい、これで1次試験からね、3次試験の、流れ、試験内容などなどはね、説明は以上となります。まあ、次何の動画になるかは分かりませんが、はい、また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。